リンウーロンは、中華人民共和国姉化、海賊自治区銀河は司令部氏に位置する前期ジュラキまたは、中期にあたる円安層から産出した、リクライオサウルス化に属する流脚科目の恐竜の属。模式種は、リンウーロン支援機であり、複数の断片骨格から知られる。これまでに発見された。 新竜脚類では最初期のもので、東アジアで唯一明確にディプロドクス浄化に分類される属である。正確な時代は不明であるが、トアルシアン後期からバッチョシアンに生息し、中央値は1億7400万年前と推定されている。リンウーロン援期の骨格復元図と骨格の例2004年に羊飼いが恐竜の骨を発見して地方行政官に知らせた。 2005年の春に恐竜の専門家である女性の目に留まり調査隊が派遣されることとなった。姉カ海賊自治クレ令、竹市付近の複数の発掘現場が調査され、約7から10個体分の流客した目の化石が発見された。2018年に女性らは模式種リングウーロンシェンキを命名、記載した。俗名はリングウへの言及と普通話で、 竜を意味するロングの組み合わせに由来する。種商明は普通話で驚くべきという意味を持ち、これまで東アジアでは発見されなかったリクラエオサウルスカノ族がこの地域で発見されたことを反映する。ホロタイプ標本 LMV001A は沿岸層のトアルシアンからバッチョシアンに当たる層から発見され、ごく大まかに言うと1億7400万年前のものである。 この標本は、本来の位置で発見された一連の歯骨の歯がついた、頭骨の後方部分からなり、霊部博物館が所蔵する。パラタイプ標本、LGPV001B は頭骨を欠く、断片的な骨格である。後方の脊椎、潜椎、腰椎、第 1BC 並びに、右講子の骨格要素からなる。パラタイプ標本とホロタイプ標本は、 同一個体のものである可能性もある。パラタイプ標本は、レーブジオパークに展示されている。本種に割り当てられている標本は、複数存在する。iBOPV23704 は、歯骨の29個の一連の、歯である。LGPV-002 は、脊椎と、おしい、肩体、前肢、骨盤を含む、断片的な骨格である。 LGPV-003 は、脊椎、潜椎、第1及び、第 2BC、両腸骨を含むを含む、部分的な骨格である。LGPV-004 は、小型個体の前方の頸椎、前方の脊椎、右の頸骨から構成される。LGPV-005 は、潜椎、骨盤、25個の全部及び、チューブの一連の OC からなる。LGPV-006 は、 頸椎肩体、全子を含む。他にも発掘現場から出土した、繋がっていない数多くの骨が、リンウーロン腺器に割り当てられている。リンウーロン腺器と人の大きさ比較リンウーロンの化石は、個体発生の段階が異なる7から10個体のもので、頭骨も発見されている。全体として、ほぼ全身の骨格が得られている。リンウーロンを、 他のディプロドクス浄化から区別する固有派生形質にはいかに挙げる特徴がある。頸椎の入場突起の形態といった形質は派生的なリクラエオサウルス化の状態とフレジェリコ型に広がる祖先的状態の中間型に見える。背側から見て正方形の鼻先を持つ大半のディプロドクス浄化とは異なりリンウーロンの鼻先は U 字型だった。頭蓋骨の要素リンウーロンは 最古の新竜脚類の一つである。新竜脚類は1億6000万年前よりも以前の化石が発見されておらず、それゆえ、リンウーロンの発見により、新竜脚類の化石記録は約1500万年遡ることになった。またリンウーロンは従来新竜脚類が分布しないとされていた中国から算出しており、その分布においても大きな発見であった。 女性らの2018年の研究に基づくフレジェリコ型の単純化したクラドグラムを下に示す。以下のクラドグラムはゴジェナらの2019年の論文に基づきリクラエオサウルスカノ族の関係性を示す。従来、ディプロドクス浄化は鶴ヶイ海峡の存在ゆえに東アジアには生息しなかったと考えられており、世界中で東アジアの実に マメンキサウルス化が生息していたことの説明には、東アジアが他の大陸から孤立していたため独自に進化したとする仮説が用いられていた。しかし、リンウーロンの発見により、前期ジュラ紀の東アジアにディプロドクス状化が生息していたことが示され、この個生物地理的想定に一石が投じられた。記載論文の共調者であるフィリップ・マニオンは、これは、 カンゲア大陸が分断されるよりも前に、リンウーロン、またはその祖先が分化して、アジアに進出したか、あるいは大陸の分断が一時的なものに過ぎなかったことを意味すると説明した。同じく共著者であるポールアップ・チャーチは、中国から他の新竜客類が産出していない理由を化石バイアスとして説明している。ありがとうございます。